皆さんこんにちは、リコです。先日発表された緊急経済対策について、本編は生活困窮者向けの支援金給付金の内容を分かりやすくまとめてお伝えしてまいります。ぜひ最後までご覧ください。今回の動画の目次はこちら。それでは早速見ていきましょう。まず給付金について見ていきたいと思います。現在政府は物価高騰や生活に困窮している世帯への緊急対策として、令和4年度から新たに住民税非課税世帯となった世帯へ10万円、低所得の子育て世帯に子ども1人5万円を支給する方針を固めました。それでは住民税非課税世帯への給付金から見ていきましょう。支給対象者については、政府は昨年12月に成立した21年度補正予算で21年度時点の非課税世帯に10万円を給付する措置を決定し、今週から支給が本格的に始まっている。今回の支援策は22年度から新たに非課税となった世帯に限り、21年度の世帯は対象外となるとのことです。つまり令和3年に決定した住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金は令和3年12月10日時点で非課税、つまり令和3年が非課税であることが条件となる給付金でした。今回新たに発表された給付金は令和4年度から新たに住民税非課税であることが条件であるようです。ということは、まだ詳細は発表されていないんですが、すでに住民税非課税世帯である世帯は給付対象外という内容となっています。わかりやすく使いにしたものがこちら。左から順に見ていくと、上段青い枠は令和2年、3年、4年が非課税世帯、下段赤い枠は令和2年、令和3年が課税、令和4年から新たに非課税世帯。この場合、上段のケースは以前から非課税世帯なので対象外、下段のケースは令和4年から新たに非課税世帯なので対象ということになります。ちなみに令和3年が非課税世帯のケースでは、今週から始まった非課税世帯等に対する臨時特別給付金が支給されています。一方、下段の令和3年が課税世帯の場合、家計急変世帯としての申請であれば別なんですが、非課税世帯の枠としては臨時特別給付金は支給されていません。もし令和3年が課税で、臨時特別給付金は家計急変世帯として申請し、令和4年から新たに非課税世帯となった場合については、私が調べた限り未だ詳細の記載がありませんでした。詳細が分かり次第追って更新したいと思います。続いて低所得子育て世帯の給付金について見ていきましょう。厚生労働省によると、支給時期は全国の自治体を通じて今年6月から順次開始される見通しであり、給付金の対象については、1つ目、児童扶養手当を受給する一人親世帯、2つ目、今年度住民税が非課税の子育て世帯とされており、1、2いずれの場合も申請の必要はないとのことです。しかし、直近の収入減少で児童扶養手当の受給や住民税が非課税の対象となる場合は、申請を行う必要があるとの記載がありました。それでは支援金について見ていきましょう。緊急経済対策、生活困窮者支援の枠として、緊急告示資金、総合支援資金、自立支援資金、住居確保給付金について、令和4年6月末までとしていた申請期限を令和4年8月末までに延長するとの発表がありました。給食条件についても緩和されましたし、2ヶ月間の申請期限が延長されたことで助かる方も多いのではないでしょうか。自立支援金についてはこちらのサムネの動画にて詳しく解説しております。合わせてご覧いただければと思います。続いて、雇用調整助成金の特例措置等の延長。原油価格、物価高騰による影響がコロナ禍からの経済回復に及ぼす影響も十分に踏まえ、延長も含め具体的な助成内容を検討、5月末までに速やかに公表するとしており、こちらは詳細が分かり次第お伝えしたいと思います。最後に、地方創生臨時交付金について、政府は大胆に拡充し、1兆円の資金を充てるとのことでした。地方創生臨時交付金とは、感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援し、緊急経済対策への対応として、地方公共団体が地域の実情に応じ、きめ細やかに必要な事業を実施できるよう、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を拡充、活用し、迅速な支援を行うものであり、コロナ対応の取り組みである限り、原則地方公共団体が自由に使うことが可能です。
わかりやすくお伝えすると、国からの一律給付とかではなく、各都道府県や地域に応じたそれぞれの支援が展開できるように、国が自治体ごとに予算を渡し、その地域がコロナ対応のための取り組みであれば自由に使うことができます。そうして対象であれば私たちに支給がされるという仕組みになっています。現在独自で支援策を出している自治体もかなり多いので、それに伴い多くの自治体も真似をして、少しでも支援策として多くの人の手に届けばいいなと思っております。ここまで支援金、給付金について現時点で分かっている情報をお伝えしてまいりました。自立支援金の給食条件が緩和になったり、申請期限が2ヶ月延びたりと、現在利用している方もしくはこれから利用しようと思っている方にはとても助かる制度ではないかなと思います。この前の経済対策の発表では、住民税非課税世帯への給付金については言及はありませんでしたが、緊急対策には盛り込まれているとのことで、おそらく今後情報が出てくるのではないかなと思います。また新たに情報が分かりましたらお伝えしてまいります。皆さんいつもコメントや高評価、本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連、様々な分野で皆様の生活のサポートができるように頑張りますので、よろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。